社は香川県高松市に本社社を置く金融持株会社徳島大正銀行、香川銀行を参加に置いている。2010年4月1日に、徳島銀行と香川銀行の両行が参加となる、金融持株会社として設立。高松市の香川銀、亀井町ビルに本社が設置された。徳銀は東証大商の各一部、香川銀は、 東証一部にそれぞれ上場していたが、いずれも2010年3月29日に上場廃止され、共に HD は設立と同時に、東証一部にのみ新規上場した。徳島銀行が共に HD 発足直後の2010年4月2日に取得した徳島県政少年センターの施設、命名県では、施設の愛称を徳島銀行の略称である。 特銀に加えて、共にを関した、特銀、共にプラザに設定した。両校の経営統合は、営業基盤である徳島、香川両県で、人口減少による資金需要の先細りが不可避と見たからであるが、それを見据えた、経営戦略として、関西圏への進出が、共に HD 設立時からあった。2015年4月、大阪の第二地方銀行である。 大正銀行を株式交換方式での買収で基本合意した。大正銀行は三菱 UFJ フィナンシャルグループの系列会社で海外事業の強化で地銀との関係を整理したい大手銀行と関西検進室で生き残りをかけるともに HD の利害が一致した形になる。また会社規模が拡大する買収へ向けて共に HD を 指名委員会等設置会社に移行する予定である。2015年9月15日には、対象銀との経営統合の最終合意を発表し、統合後の参加産業の合併に関しては、2019年3月末までに判断を下したいとしている。2016年4月1日、株式交換により、対象銀行を完全子会社化した。 2018年3月23日、三加の徳島銀行と大正銀行が2019年秋までに合併することが発表された。合併の目的についてコスト改善効果が大きく、また徳島銀行の強みである事業性融資や中小企業取引及び対象銀行の強みである住宅、不動産分野でノウハウ共有を一段と進めることであると、 共にホールディングス社長の遠山誠事は明かしている。特に、コスト改善については、両校は、すでに同一のシステムを有していることから、事務効率化等も期待できると、日本経済新聞は指摘している。また、徳島銀行と香川銀行は、地元の資金需要が鈍いものの規模は、比較的、大きく、一方で、対象銀行は同校頭取の吉田正明によれば、 不動産中心で、資金需要はあるものの小規模で限りがある点が課題であり、徳島銀行と合併すれば潤沢な、資金をより活かせるというメリットも期待されている。また、徳島銀行頭取の吉岡博美や、共にホールディングス会長の下記、内慎一は、徳島県と大阪府は、昔から、人物金の往来が多い結びつきがあることから、ビジネスマッチングや、 M&A などの中介等で顧客にメリットがあるとしたほか、徳島商工会議所回答の中村大一も人口減に伴って県外への進出を考える企業が増えている。両校の営業エリアが合わさることは徳島の経済界にとってプラス、と評価している。なお、今回の合併は徳島銀行と大正銀行の2行のみの合併で、香川銀行は加わらないが、 これについては、一度に、産家産業が合併するのは、労力がかなりかかることを懸念していると、東山は発言しており、今後の状況を見極めて検討するとした一方、柿内は、基本的に二番制は維持したい。香川銀行との合併計画は、全くない。とコメントしている。社名、共にの由来は、地域と共に、お客様と共に両好が、 共に支え合うにある。また英語表記は、共にではなく、タモニーになっているが、これは、持ち株会社を意味する、ホールディングズとかけて、ツーマネーホールディングスという意味が後付けされているためで、ある。香川銀と徳島銀は、2010年の経営統合前から、日立製作所が構築に当たった、機関系システムネクストバスを使用する。2013年には、 営業店システムを両行とも同様に日立製であるフレア21プラスフォアネクストベースに統合共通化している2016年に共に HD 参加となった対象銀行も2015年に機関系システムをネクストバスにリプレースしている以下は参加銀行の子会社共にホールディングスが対象銀行を買収した理由として 徳島銀行及び香川銀行はいずれも大阪地区に関わる取引先や案件を多く抱えるが、同地区の良好店舗は13にとどまっており、急拡大が必要であった。その中で、教育が必要な新規辞任はいらず、長年かかる顧客基盤も一気に獲得することができることから、対象銀行を買収したとしている。 この統合から1年後の2017年3月期決算の決算発表説明会で共にホールディングスは大阪の情報共有が進み産業取引先のビジネスマッチングなど実績が出てきたと成果を強調した統合効果として2017年3月末の大阪地区の貸出資金残高は産業合算で579億円の拡大となっておりこれは 地域含む全体の伸び5%よりも高いい8%超と際立っていたなお、共にホールディングスでは、10年後、大阪地区貸出資金、残高1兆円を掲げていたが、統合から3年で1000億円の上積みを目指す中、その6割近くを1年で達成したことになる。ありがとうございます。